私たちが健康に暮らす上で最も重要な臓器はどこでしょう？それは腸です。腸の長さはおよそ8メートル。その中には100兆もの数の細菌がいて、その重さは1キログラムもあると言われています。その中には私たちの健康のために働いてくれる善玉菌と、その逆の悪玉菌に分けることができます。私たちの健康のためになくてはならない善玉菌ですが、これは悪玉菌の増殖を抑える効果や、消化を助け便秘や下痢を防いで、さらには免疫力を高める効果が知られています。ではこの善玉菌、増やすにはどうしたらいいのでしょうか？答えは、善玉菌を多く含んだ食べ物を摂ることです。そうです、この善玉菌として有名なのが乳酸菌ですが、実はこれには2つの種類があるんです。それが動物性乳酸菌と植物性乳酸菌です。動物性乳酸菌は乳製品に含まれていて、植物性乳酸菌は漬物など発酵食品に多く含まれています。どちらも乳酸菌なのですが、動物性のものだと腸に届くまでに胃酸などの影響を受けて死滅してしまいます。でも植物性乳酸菌なら胃酸や消化液にも強く、過酷な環境でも生きて腸まで届くことが分かっています。しかし生きた乳酸菌を腸に届けたからといって、それがそのまま私たちの健康に役に立つわけではありません。最初に腸に届けられた乳酸菌は数日のうちに排泄されてしまいます。その理由は、現在腸内にいる善玉菌と競合してしまい、取り入れた乳酸菌はすぐには腸内に定着しないからです。重要なのは毎日一定量を腸に送り続けることで定着させるのが良いと言われています。そこで毎日手軽に植物性乳酸菌を摂ることができるのが、こちらの花火剣。花火剣に使われている LBPL は生きたまま腸まで届く植物性乳酸菌です。 LBPL は熱、酸、塩に強い乳酸菌なので、過酷な体内環境でも死滅せず生きたまま腸まで届きます。そしてより効果を実感したい方はこちら、三菱化学フーズの植物性乳酸菌ラクリス S を使ったのが花火剣源です。ラクリス S は胞子状の乳酸菌です。体の中の胃酸などの刺激により腸で発芽します。いわば腸で活動を始める乳酸菌といえます。乳�酸菌の数はおよそ50億個。どの製品もスティックタイプになっています。どちらも飲み物に混ぜて手軽に飲んでいただけるようになっていますので、1日1包継続的に乳酸菌を摂ることができます。これにより善玉菌が多くなると、まず便通が良くなるだけでなく、匂いも変わってくるのが実感できると思います。この植物性乳酸菌、もともと日本では摂取しやすい環境がありました。しかし漬物や味噌といった植物性乳酸菌を多く含んだ食べ物の摂取量が減ってきたことや、化学肥料を使った農作物の栽培方法などにより、現代ではなかなか摂取することが難しくなってきているのが現状です。しかし花火剣では1日およそ7億個、花火剣源ではおよそ50億個の植物性乳酸菌を簡単に摂ることができます。手軽に毎日摂取できて腸に生きたまま届く植物性乳酸菌、花火剣と花火剣源。飲みやすいカプセルタイプや粉末タイプもあります。ぜひあなたに合ったものをお選びください。マルニフーズがお届けします。